スターティングラインナップから津山選手をそこに入れたというところですね、はい、仙台は、スタートと同じ5人で後半のスタートを迎えまして阿部亮のスリーがいきなり来ました。長い距離から金次選手ともちょっと警戒が薄かったですね、はい、今日2本目のスリーポイントを決めてきましたケネディです。ただこちらには河村がいます。なかなか前のディフェンスは剥がれないヘルプジョーンズ、ねね、逆サイド石川、はい、石川いいディフェンスですよね。さあ栗原流れながら、はい、これよく入れました、はい、栗原決めた。ファールなしで守った長崎。松本健二リオンからブラントリー、そして馬場雄大、馬場が狙う、2本目は沈めてきました。今日1本目です。慌てずに逃れて中村へ、中村のリングアタック、ここはマスディフェンス。さあそしてロスのプッシュ、ウィンプッシュ、トランションスリー来ました。いや会場もですね、これ同点。中東のスリーポイント18秒です。もう一回そうですね、三河も攻撃ありますからね。テープサイドスリーポイント、おお、これも決めてきました。プレータイムがなかったりとね、うくうくしてた気持ちをね、このゲームで発散してますね。テープスリー、クラーク、やり返す、クラーク。あー、ここ打っていいんじゃないですかね。ジャーラム、そして岸本、ステップバック、ロングスリー、きたー、岸本龍一。それをどうするか。ジェレットのピック、比江島、遠面からのスリーが来たまで持っていって琉球追われるか。4ポイント差となっています。ステップバック、トップからのスリーポイント返し、岸本龍一。改めてラストプレー見ていきます。いやー、富樫のスリーがあって最後の20秒がすごかったです。ちょっと基盤にケリー、ベンドラメン来る、ドンが引いてる、岡田もコンテスト、しかし決めてくる、ゴールで3点差、7試合連続2桁。ただこのスリーポイントを生むまでにですね、ケリー選手がですね、何回もスクリーンピック行ってダイブポップアウトをもう1回やってって、そういうしつこさが今年のその渋谷、今のように作れるとやはりリズム出てきますね、はい、そのためにまず島根としてはオフェンスをしっかりフィニッシュさせたいところ。安藤誠也の一発です。ここ安藤選手個人技で山口、ケネディディープスリー狙ってくる、決めてきました。8秒、栗原ステップバック、このシュートはボードに当たって決まった。そして 2点か3点かを見ますね。右足はどうか、右足は出たか、出たか、出たか、前に足をガンして、この足はどうでしょう、この足はどうか。